Hello， 大家好，我是伟哥。我们昨天玩了这个《火影忍者究极风花四世》，玩了这个决战章，按照这个红色猛兽啊麦特凯啊变成红的啊。我们今天主要是玩这个啊下面一张佐助啊，这个什么佐助的轨迹，堕落之雷。这应该很快就结束的啊，它就一个小章节啊，应该就讲一些故事之类的，然后就完了。啊，佐助好像是也是被杀了啊，被捅了一刀啊，和鸣人一样啊，都是属于这个危险边缘的。許せサスケ、また今度だ。怪我はねえかよ、ビビリ君。お前は弱い。よう、うすらトンカチ。友達だ。仲間一人救えねえやつが、他限りなんてないのかよ。あ、还有鸣人呢。あいつにとって只有鸣人的画面。お前の命は。居然没有别的妹子的画面啊。重かったんだ。我々は。他不会像这样的太野鹰呀什么的啊。俺は。尽享的都是男性啊，刷跟那个鸣人一样啊，也是这样的倒在下面。鸣人还有他老爹啊，这个他还有谁呢？鸣人还有那个楚田之类的，对吧？就这样完了，就一个画面，你也要录一个小章节，这不是太浪费了啊！好坑啊！直接又出一个新篇章，对吧？疾风是吧？阴疾趋还是什么？无法预言，言语的不安啊！别 K 打。邪魔すんなっつってんだろ！他要去救佐助啊！宇宙サスケのとこに行きてんだよ！邪魔するなって言われてもね。マダラ様に誰も通すなって命令されてんだよね、僕ら。それにサスケだっけ？言っても無駄だと思うよ。もう死んでるって。てめえ！カリンのあの慌てよ。サスケ君に何かあったことは間違いないよね。サルトビ先生、私たちで奴をやります。あなたたち、絶腕任せたわよ。啊，那老蛇、白蛇要是吧？大蛇王要打了吗？好、哦，大蛇王，大蛇王打阿飞呀、啊！哎呦！無理無理、そんなことさせないって。マダラ様の命令は絶対だし、もし守らなかったらどんなお仕置きされるか分かったもんじゃないよ。这大蛇王的招好变。マダラと私、どちらが恐ろしいか教えてあげないとね。あまり。オロチは。死に追いやったお前にまさか交渉することにならとは。道理と開墾の情はあるが、同時に喜びを感じる自分がいる。やはり私は大刀老师出来のじゃろうの。そうはいえ、それが見るほど面白い体をしているわね。我操！这样的不一样。我操！这样的不一样。
什么情况？就死了，被我老子直接绝死了。这怎么画了？现在大死亡都变好了。这不是阿飞呀，不是红黄色面具的阿飞，变成白色面具的阿飞。よろしく。大蛇王来救佐助啊！サスケ！誰だてめえ？サスケに何してやがる？救世。なるほど。あなただったのね。カブト。都握哈，钥匙都握。ここへ急ぐ一行を感知してましたが、やはりオロチマル様でしたか。は？こいつがカブト。ここに何をしに来られたんです。あなたこそ。つうか、サスケに何してやがる。さっさと解き上がれ。落ち着きなさい、カリン。よく、サスケ君を感知してみなさい。感知っつっても、あいつ。サスケのチャクラを感じる。なんで。僕はもう、今までの僕じゃない。サスケ君に危害を加える気もない。じゃあカブト、あんたがサスケを？そう、僕の医療忍術と研究し尽くした柱間細胞を使って彼は一命をどうにか取り留めたんだ。サスケよかった。しかしカブト、あなたがここにいるということはイタチのイザナミの術を解いたってことだけど。そうです。僕は自分を認めず何者かもわからないでいた。でもイタチはイザナミを使って僕に気づかせてくれた。僕は他でもないカブトなんだと。イタチは君を死んでも守りたいと願っていた。その願いを決して無駄にはしない。そしてそれが今の僕の願いなんだ。就这样子把他救活了啊！佐助和鸣人肯定都不会死的啦，死了就没地方看了啊！就这么玩啦？太快了吧，这节奏啊。好吧，那我们今天差不多就录制到这里吧。好，谢谢大家欣赏，欢迎大家关注我一个视频，然后点击订阅点个赞。明天我们先玩下一张啊，这个名为兜的男人啊，那再玩这个狂暴的疾风奔驰的迅雷。那今天就到这里啊，谢谢欣赏，欢迎大家关注我的视频，点个订阅，点个赞。